メンヘラ女子、大体マイメロディ好き。どうも、共振チャンネルのコウキです。シュ、今日は何、今日はカニ。ということで、今日の動画はカニ、一年ガニです。一年ガニでも成功、石川県やったら香箱、まあ地域によって言い方は全然違うんですけど、今回合計100匹仕入れました。そのうちこれ50匹です。まあ、今から帰ってくる従業員たちに配っていきたいと思います。福井県って一銭ガニめちゃくちゃ有名だから、まあ、この季節みんなお持ち帰りのカニ、今やったら1匹1400円ぐらいするのかな。そんなもううちは負担しますよと、いっぱい仕入れて、まあ、みんなに配ると、家で食べてもらうという、まあ、みんなが幸せになる動画ですね。今回はそれをやっていきましょう。まあ、帰ってくるまでにちょっと今30分ぐらい時間あるんで、雑談。僕らの会社はまあ関東にもファンがありまして、横浜やね、横浜でデッキプレート工事やってるんですけど、仕事量と人の量が合ってなくて全然人が足らない状況なんです。なんで、まあ、横浜とか千葉とかその辺で社員募集したいなって、この YouTube を使って告知したいんですけど、関東の方で仕事をしたいっていう方がいましたら、ぜひ僕の方にインスタの DM、 会社の方にお問い合わせしてもらって、ということで横浜で求人募集ですね。ぜひ気になる人いたらぜひお待ちしております。さっき湯が来たってんですが、実は言うと今事務員さんが3匹持って帰ってるから47匹なんですけど正確に言うと、みんな喜ぶやろ。毎年結構多く買うやつで、まあみんなに持って帰ってもらって、みんな幸せになるやん。先々週ぐらい解禁して、まあみんなニュースでやってるからいけると思うけど、マジで福井県のカニうまいから。俺らってカニ食うの当たり前やから。このシーズンに大阪とか逆にどうやって通販でカニ足買うぐらい、それをまあ鍋で食うみたいな。こちらはメインがカニの足やと思ってるから、その中の味噌がうまいんよ。それを俺はタダでしょ。これがカニ、見てここオーラ出てるやろ今。アバーナガー、ということで授業の帰りを待ちたいと思います。はい、ということでみんな帰ってきたんで、お裾分け、お裾分け、お裾分けってことで。まだ他にも配るんですけど、とりあえず顔出しメンバー、いやすか。その前にちょっとあの初の顔出ししたフレンドもええやん。もうこの人誰みたいな自己紹介すか。はい、どうもマー君です。マー君いいよということで配ってきますか。とりあえずじゃあマー君から。マー君何匹に全員食べれる。あ、大丈夫です。じゃあ3匹持ってます。1人半分響きは何個くん。はい、ありがとうございます。注文なんですよ。レンは、あ、僕足1本やって、家族が73人。昴生は今からオレンジでカニの撮影あるから、いっぱい食べて、オレンジで。俺ちょっと剥いて聖子丼とか。お、いいね。作ったら、お、いいね。スーさんは？スーさん一番白で食べてる。スーさん家族は？持って帰ったらいいじゃん。スーさん何匹？家。何匹？家何匹？間違えた。あ、フミヤとかも来る今。まあ、とりあえず今からヤマミちゃんとかも来るし、いっぱい取りに来るんで。10は余るやろ。10は余るって。おー、知るだけど、どうした、何する。ヤマくん面白くする。もうかじるんや。ヤフーロン、こいつあんまりしてたくる。いや、女の子がこれ僕抜くのは得意なんですけど、抜いたことない。抜いたこと、抜いたことあります。おー、うまい。どうどうどうそう、うまい。ガチうめえっす。じゃあちょっとスーさん乳首出して。アレルギーだ。職人あるある。仕事中に自分の喋ってる声が聞こえんとすぐ怒る。仕事早いやつ大体昼飯食うの遅い。仕事早いやつ昼飯食うの早くない。田舎のヤンキーあるある。中学校の時大体こんな感じ。授業中サボって保健室行くかと思ったら男子トイレに行って、そこでたもろってるっていう。そんなんしとったの。してました。ということで、ジマちゃんとジュンとヤマミちゃん帰ってきました。まあ、残りの人に配っていきたいと思います。ジュンは何人家族。3人。残りジュン、ありがとうございます。ジマちゃんは。私は5人。はい、じゃあご飯持ってきてください。はいはい、じゃあ次ヤマミちゃん。ありがとうございます。もう食いてるよ。食うかいな。フミヤ君たち食べなそう。これ食えんなよ。これ食い方こうだ。あそこ取ります。これついてるやん。これついてるやん。それそうそう。で、これ終わります。この中のこの赤い味噌、これがうまいんや。おお、うまいな。マジでうめえ。大きいカニよりも好きです、うん、これこっちなんですか。で、これはオス。オスとこ裏から、ほら。
調味料で食べますのもやっぱ職人なんで、これでも酢につけて食いたいな。普通いっぱい食わしてあるからな。じゃあもうめっちゃ美味しそうに食べますね。うまいわ。でもやっぱりこれ明日自分に怒るで。カニ食いかな。カニ食う時って大体無口になる。俺昔あのことぶきくんとカニ食っとったんや。大阪のなんかカニ食うとかあってそこでカニ食っとったんや。ことぶきくんカニ大好きなの。俺の話もしてカニばっか食わってたもん。カニなんで嫌いなんですか。手汚れるやん。うまいじゃん。うまいっす。エロいやっぱカニやったらどこの部位が好きですか。やっぱこの中の店やな。スクチコっていうんですよこれ。食べると手汚れたくないけど全く絶対嫌なんじゃない。カニは汚れてる。今から、まあ、家でカニパーティーと鍋パーティーするから次の動画見てください。こういうのしょっちゅう食べれるのいいですね。確かにな。もう福井県ほんまに海鮮欲しいからな。みんなが幸せになる動画でした。ちょっと今 OK。 やばいやばい。やばいんちゃったそうまみちゃーん決まりました。うまいやばいな。やばいなぁ。やばっ。こっちがなんか恥ずかしくなってくるわ。うまい。やばい。まあ、てことで今日はただただいい動画でした。今日はこの辺で終わりたいと思います。チャンネル登録、高評価、そしてコメント、でインスタグラムの方のフォローもよろしくお願いします。します。しますお願いします。次回今から僕の家で全部さばいて仕込みしてこしらえたいと思うので、ぜひ次の動画もお楽しみに。じゃあまた次回の動画で会いましょう。バイバーイ。バイバーイ。一言っすか、うん、真剣に、うん、中学校以来にカニ食べたの。おっぱーい。